逗子で乗り換えです。逗子で次は、大船方面の列車に乗り換えします。大船まで行きたいんやけど、これに乗ればいいんかいね。多分これなっちょるよな。まあ、いっか、時刻は同じなんですよ。12時33分、これも12時33分だから、多分これで大船行けると思うんやけど、まあいいや、適当に乗ろう。大船で乗り換えです。次は神津方面の列車に乗ります。神津駅に到着しました。これまた乗り換えです。次に乗車する列車は御殿場線で、このまま御殿場を通って沼津まで向かいます。この御殿場線についてちょっとね、結構面白い歴史があるんで、ちょっと紹介しようかなと思ってます。ちょっとね、近くに路線図なんかあればよかったんですけど、ないんでね。じゃあこれで紹介しようかなと思います。今の東海道本線っていうのは、この神津から、ね、沼津までずっとね、こういう風にね、直線的っていうか、まあ、結構ね、短い距離で行くことができますが、この辺り昔、今もなんですが、この辺りはですね、かなり の山越えの区間でして、まあ、箱根って言われる区間なのかな。ですから、こういったところはですね、越えることができなくて、その代わりに神津から、じゃあ御殿場方面を通って、このように迂回をして沼津まで向かうという措置が取られておりました。で、この神津から沼津までの御殿場線を経由します。この御殿場線は昔はですね、この東海道本線だったというわけですね。これがね、今はね、もうこんな2両編成しか走ってないようなね、区間が、昔はね、東海道本線だったというわけです。で、あともう一つ面白い歴史があるんですけど、この神津から例えば沼津まで、例えば東京発大阪行きの急行列車というのが昔はありました。まあ、今の東海道新幹線みたいな感じですね。そういった新幹線じゃなくて、そういった急行列車っていうのは、やっぱりね、時間短縮が命じゃないですか。ですが、この神津から沼津もですね、一応はね、箱根越えとかの言われております区間でして、まあ、結構ね、急勾配な区間が続いて、まあ、普通の急行列車とか、あとは貨物列車とか、普通列車の後ろにですね、機関車を何両か増結して、沼津まで向かう、その逆でまた沼津から甲府まで、すいませんね、沼津から神津まで向かうといった処置が取られてました。例えば東京からじゃあ沼津じゃなくて大阪の方面に行くんだったら、まあ神津から沼津まで行きますから、神津でですね、機関車を連結して沼津まで御殿場線を通って峠越えをして、沼津まで行って沼津で機関車の切り替えをするといったことをしてました。やっぱりね、そういったもの、やっぱりそういったものってのは結構時間がかかるわけですよ。じゃあどうしたのか、とりあえず機関車を連結するってことはですね、それはね、絶対に駅で停車しないといけないんで、例えば東京発の大阪行きの急行でしたら、この神津駅で一旦止めて、後ろに機関車、補助機関車を連結して、そこから御殿場線を通って、沼津ではですね、止まらずに、実はですね、沼津の手前だったかな、そのあたりで機関車を走行中に切り離すというね、ちょっとね、なかなか面白いことをしてたんですね。普通でしたら沼津駅で止めて機関車を、補助機関車を連結を解除するはずなんですけど、でもそういう時間もしかったんで、走行中にですね、列車から機関車を切り離して、まあ、そのままですね、大阪まで向かうといった、まあ、結構ね、ちょっとやばいようなことをしてたんですね。さっきの話の付け加えなんですが、ここだけそういったね、機関車を走行中に切り離すっていうゲートをしてたっていうのは、ここだけじゃありません。他にもね、広島の瀬の八っていう、まあ、結構ね、急勾配区間が続くようなところがあるんですけど、あそこはですね、現在も貨物列車の後ろに1両機関車をつなげて、貨物列車を運転する、するといったことをしている区間です。そういったところでもですね、昔そういったことをしてたんですね。すいません、ここからじゃ分かりにくいんですけど、この駅のホーム、このホームの延長線にですね、こちらの先に御殿場線があるんですね。だから昔、設計した当時は御殿場線に入りやすくするために、こんな感じのホームにしたんじゃないかなと思ってます。多分その当時のね、名残なんじゃないでしょうか。ちなみに現在の東海道本線は向こうから行って、ぐーっと左に行くようになってます。そういえばね、僕何も思わなかったんですが、この御殿場線って、ね、実は JR 東海の区間らしいんですね。ついに最長から道切符の旅、 JR 東海の区間に突入です。運賃は運賃表でお出しください。
御殿場に到着しました。御殿場でもまた次乗り換えです。次に乗車する列車は沼津行きだったかな。それに乗って次は沼津までぬ、すいませんね噛んじゃった、すいません沼津まで向かいます。で御殿場で27分の待ち合わせです。ですからねちょっと、この御殿場駅の周りなんかを、少しだけ見ていこうかなと思っております。いや御殿場立派な街ですね。いやこれはすごいわ、立派だ。やっぱりね1時間に1本ぐらいしか列車がないんで、もうちょっとね田舎かと思ったらこれはとんだ間違いじゃったですわ。あすごいすごいな、都会だ。でこの御殿場駅のそばにはこんな感じの D52 の展示がなされております。これは多分この辺り御殿場線のなんじゃ、そうそう、補助機関車として多分活躍したんじゃないかのと思います。でもそういった D52 の紹介なんかは全然書かれてませんね。書かれてないな。汽車ポッポ、汽車ポッポ、これ聞いたことはないな。浅草、この人、ここら辺の人なんかね、まあいいや。個人的にはね、そんなもんよりこっちの方がね、気になるんですね。そう、鉄道省か、汽笛一斉から始まります。東海道線の、これで15番です。で、高校総合天場夏ならば、我も登山の心はみん、高さは1万数千弱、13周もただ一重。この鉄道省が作られたのは確かね、まだ1895年ぐらいだったと思いますよ。その当時はですね、まだ東海道線は御殿場線経由となっていました。ですからね、今の東海道線は御殿場線を通りませんが、ですがこの鉄道省が作られた当時は、まだ御殿場線経由だったので、御殿場線を読むといった感じになっております。ですからね、鉄道省からの東海道編っていうのは熱海をね通らないっていうか熱海を歌ってないんですね。で僕ねこのことについて何も知らなかったんですよ。あそういうことだったのかって思いました。確かにね本当に、ね、聞いてみたら熱海がなくてね、確かにびっくりしたような記憶があります。やっぱり補助機関車ってのは構図機関区だったんですね。これ国ってやつ、あれ構図でしょ。おなんか見れますよ。おなんか見れるの、これはいいわ。でもあんまりまあ、この旅行で何回も蒸気機関車見てるんで、まあ別に何とも思わないですが、でもね、かなりこれは保存状態がええですね。ピカピカ、そこまでピカピカじゃないですけど、でもね、ちゃんとメーターなんかも残ってて、いや、これはね、すごいと思いますよ。普通に保存してたらメーターなんか残らないからね。すいません、私の知識不足なんで、D52 がデゴイチと何が違うのかが全くわからんのですが、多分ね、字幕に出てると思うんで、どうぞよろしくお願いします。本当にデゴイチと違うっていうところは、ここかな、なんか淡水車の下がなんかスカスカっていうところぐらいかの、まあ、ちょっとなんかここに書いてあるから読んでみよう。あやっぱりこの D52 型は一応あれなんだな、構図機関区で、補機の機関車として活躍したんやな。でこの御殿場線はですね1000分の25パーミル、あですか25パーミルだったんで結構ねこれはしんどいですね。でこの D52 型は構図機関区の前は山口の下関におったんですね。あんた下関におったんかい。なんかボタン押したら鉄道消火が流れましたよ。港傷がたみね、おーぞぼてんばなつな。次に乗車します列車も御殿場線普通沼津行きです。これにて次は沼津まで、噛んじゃった。これにて次は沼津まで向かいます。まもなく次岡沼津駅に到着いたしました。沼津駅から次は富士まで東海道本線の旅です。と言ってもまっすぐ着くんですけどね。で、このすいません、すいません、神津駅でね、神津から沼津まで急行が来て、沼津でね、走行中に機関車を離すって言ったんですが、それは誤りで、走行中に切り離しってのはしてたらしいんですけど、それはですね、どこだったかな、御殿場でね、やってたらしいんですね。ですからすいません、間違ってました。